じゃあいいことは以上ですか。はい、以上です。じゃあ悪いことにしましょう。悪いことですか。悪いことね、そんなにないんだけどな。絶対なんかあるでしょ。ね、仕事関係では少しあったかな。そのこの期日までにやっといてくださいねっていうのが終わらないとかいうのはちょっと困った。僕はおーってはなったけれども、まあ間に合うレベルでは調整してくれるから、まあ、そこまで大きくは困らないんだけど、うん、おっとっていうのは少しあったけど、まあそれほど。マレーシアの仕事文化っていうか、まあみんな適当な人は適当、すごく適当じゃん。うん、かも。それは困らないんですか。基本的には自分たちでこう完結しようとさせるから、僕たちは、うん、日本人の仕事の人たちで。あ、でもこうどうしても外にお願いしないといけないとことかで、期日がありますと、期日ギリギリだと危ないから1週間前までに終わらせてくださいとお願いをしたら、1週間前までには終わらないとかいうのは結構あった。ああ、それは期日はここでしょ、だからこうギリギリまで伸ばすとかいうのはあって、ちょっと焦ったりはしたけど、まあ間に合うからねっていうのは。そこまではもうありがたいですよ、うん、あ、そうなんです。そう、そうなんです。そう、ちゃんとしてくれてたんだな。そう、マレーシアではそれはもうちゃんとしてくれた。あ、本当に。じゃあ僕たちが神経質になりすぎてた、ナーバスな。でもそれはまあまあ日本の、まあ、言い方じゃないですか。あ、まあ、すごく理解、その不安さはちょっとうん、理解できますよ。暗いかな。あとバスが来なかったりした時はちょっと悲しかったです。あ、でも車で移動してるんじゃないですか。まあね、でもそのほらやっぱり文化について知りたいから、マレーシアの人たちがどういう乗り物に乗ってどういう生活をしてるのかっていうのを一応勉強してる、しに来てるっていう立場だから、よしバスに乗るぞって乗って来ないじゃないかっていうのは一回か何回かあったかな。渋滞もね、そんなにひどいとは思わなかったかな。ひどいですよ渋滞。まあ僕はマラヤ大学とモントキアラの間だからそこまでないように。だからKLCC の方に行くときは動かないなっては思う。あれはちょっとひどいかもしれないね。あー、あと全然嫌なところは本当ないんだけど、強いてあげるならば電車も、電車がもっと いろんなところに走ってれば嬉しいなって思う。もしくはバスがもっといっぱい走ってたらいいかな。電車だって東京とか行ったら電車いっぱいわーって走ってるから。そうですね、車いらない。あとやっぱスケジュール通りに来てるから、うん、それはありがたいですね。簡単に電車に乗って好きな場所に移動できるっていうのはあるけれども、やっぱり車がないとさすがに生活は少ししづらいかなっていうのはあった、まあ、その分グラブが安いからいいんだけれども、うん、前はもっと安いですよ。あれよりも日本に行くことがあれば本当にタクシーには気をつけてください。高いですよ、あれ。絶対乗らないですよ、みんな。タクシーだって、ね、急いでなければ絶対乗らないから。それ乗った時点で20リンギットはいけますからね。20、30は行くんじゃないのかな。日本が逆に高すぎるんだろうね。日本の悪口になっちゃう、これ。バブルの時、うん、もっとかかるんじゃないですか、その時のタクシー。バブルの時、そう、僕は生きてないけど、1万円でタクシーを止めてたってよく聞く。うん、1万円ですからね。そう、1万円でなんかそういう都市伝説みたいなこと、300人とこう見せて止める場合、近い場所でもね。それはさすがに ねバブルはね。バブルの話はちょっとね、悪いところあと一つ。おお、どうぞどうぞ。揚げ物が多すぎる。ヘルシーじゃないの食べ物もいっぱいあるでしょ。ヘルシーなものを探す方が大変だなって。どこ行ってもチキンは上がってるよね。茹でてるのはあんまり、イポチキンぐらい揚げすぎだろうってちょっと思った。辛さは大丈夫？辛さは私は全然大丈夫。好きなの逆に。いや、辛いと思うよ。汗はいっぱいかくけど、まあ、死にはしないから。なんか辛いものを食べてお腹壊したことないの？ある、あるというか倒れた、僕一回。倒れた。なんかね、胃が痙攣したらしい。時間がなかったから最後唐辛子だけ残っててもったいないなって思って唐辛子をそのままパクって食べて丸々ね、そのままパクって食べて噛みもせずに飲み込んだんだよね。あ、だから辛いとも感じなかったんだけど胃に入った後に胃が驚いて痙攣して動けなくなってすぐすぐか、うん、血の気が引いて
あれ動けないぞって頭一瞬ちょっとなんか意識なくなっちゃうでしょ、はい、もうレストランでこう横になってすいませんって言ってっていうのがあった。面白い。唐辛子は噛みましょう。あれじゃあもう1年は過ぎた？1年4ヶ月ぐらいかな。マレーシアの先はどう思います？私はですね、1年しかいないし、こうできるだけマレーシアの人と話そうってしたけれども、多分十分な知識は持ってないから言えない、うん、けど本を読んだりとかこう見てて思うのは、発展は間違いなくすると僕は思う。でもそれはどの国も一緒だと思う。他のそうですね、うん、どの国も絶対に発展するとは思うし、石油が取れるっていうのはかなりの強みにもなると思う。でやっぱり日本からこっちに来て思ったのは、若い人が多いから活気があるよね。今からこれ成長しようとするような国はこういう感じなんだろうなっていうのを僕は思う。ひょっとしたらマレーシアの中に住んでる人は外を見て羨ましいなって思うかもしれないし、僕は日本に住んでたから、やっぱそれあの学生といっぱい喋ったら感じたんでしょ、外が、うん、そう、外が綺麗とか。でも日本にいたらやっぱり外がいいかなって思ってマレーシアに行って、やっぱり日本もやっぱりいいと俺は思う。まあいいところあるし、うん、悪いところもある。なんかそのやっぱり緊張感、なんかいろいろストレスがたまりやすいから、うん、それは日本の話。そう、日本の話、うん、あるね、それはあるだろうね。ストレスは、うん、マレーシアは生活しやすいと思った。非常にいい街だなと、成長するだろうなって思います、うん、マレーシアのリビングコストはあの日本と比べたらどんな感じですかね。どれぐらいかな、2分の1以下なんじゃないのかな。食べ物は安いし、ガソリン代も安いし、家賃も安いし、電気代もガス代も安い。こう生活に困窮するということはな、まあ働いてそれなりの給料をもらっていたらないんじゃないのかなっていうぐらい。まあ、でもやっぱそれは日本人の給料だからすごくいいですよね。これは言い過ぎたなと思う、うん、悪いものではないと思う。マレーシアの食べ物を食べてお腹壊したっていうのは僕はなかった、一回も。他の国に旅行行って食べたらお腹壊したことはあったけれども、マレーシアでは僕はなかったかな。あと電気代とか水道代もほぼ日本の2分の1以下ですよ。日本だと大体一人暮らしで8000でしょ、東京だと。何千円っていくよね。そう、私こっちにいた時30リンギと超えたことなかったから、うん、だいぶ安いね。じゃあ最後の話、はい、ああそうか、今後の展望ですね。今後の、そう、私は公務員、シビルサーバントだから、私今の仕事が好きだし、転職は多分しないだろうなと思ったけれども、マレーシアに来て僕はこう自分の時間をどうにか見つけないといけないなっていうのは思いました。働きすぎてたなとこうどうにか自分の時間を作って人生をいい方向に変えたいなって思います。じゃあやっぱり一旦書いてちょっと仕事しながら考えるって感じですか。そうだね、なんか真面目に一生懸命働きゃいいっていうもんじゃないんじゃないのかな。こうバランスが大事だよね。そうまだ若かったからかもしれないけど、バランスが取れてなかったいやでもそれこそ、まあ、日本で普通じゃないですか。やっぱそういう環境にいたからそれが普通だったので、うん、まあ、自分もそれで当たり前じゃないかなって思いながらやってたんじゃないですか。かもね、そうかもしれない、うん、そうね、いろんなのを見たからそう考えるかもしれない。また日本に行ってみないとわからないね、こればっかりは。日本にまた行ってで、まあ、少しは考え方が変わったんじゃないのかなって僕は思うので、まあ、もちろん学生にも伝えたいね。一回いろんなのを見てまた日本に戻ってきたら、いいところも見えると思うし悪いところも見えると思うし、自分がどこにやってるかっていうのにも気づけるかなと思います。広い世界に行ってほしいなと僕は思います。あとは恋人を見つけますわかりました。じゃあ最後一言何かあります、はい、もしマレーシアに来ようと思って不安を抱えてる人はぜひ来た方がいいと思います。非常に住みにくい、あ、住みやすい街ですし優しい人が多いです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。バイバイ。